今、まあ、ほんま48歳で全くの未経験だった八木さんがですね、まあ、無事 iWorks で、ちなみにですけど iWorks 人気があるので、なかなかね、通らないんですが、そんな八木さんが通ったわけじゃないですか。それの秘訣、これはちょっとね、気になる方もいるかもしれないので、どうすれば、まあ、未経験でも、そういう福祉、障害福祉に、転職できますかっていうのを教えて、八木さん流でいいので教えてください。まあ、自分の中でも就労移行っていうのを絞っておりましたので、正直、まあ、神戸市内近郊の、就労移行、全部落ちるまではまず諦めへんと思ってました。おお、なるほど、なるほ募ど。集かけてるものに関しては。その時でちなみにうちで何社目やった？多分6、7社目だったと思いまそうす。なんや。へえ、すごい、すごい。だから結構大手さんのところにもチャレンジャーやなとも思われつつ申し込んでたんですね。だからまずもし自分がやりたいと思ったことに関しては、まず期限と、まあ、区切りっていうものを作って、もしそれがあかんかった時、初めてセカンドプラン、まあ、それ僕の場合では、まあ、A 型、B 型も視野には入れてました。そういうことね、それも福祉っていうのは絶対やったけど、それよりももっと絞って、就労移行に絞ってたってことか。はい、そういうことです。ちなみにやけど、ちょっと長なるかもしれない。今はじゃあ逆に実は生活訓練やったりして、その時生活訓練ってのは知ってた。知らなかったんです。ってことやんな。だからこれがまた、だからこれ今分かるやろうけど、生活訓練を知らせようと思ったら、就労移行、そんだけ調べてて、就労移行ガンガン受けに行ってる人も知らんねやろな。そうなんです。だから、iWorks の一次面接に行ったときに、初めて生活訓練について説明を受けました。